皆さんこんばんは。今日は11月14日水曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。来年の2月24日と見られていた総選挙の実施日が怪しくなってきました。政府は昨日開いた閣議の中で医療目的での大麻の利用を承認しました。今月20日から23日まで開かれるチェンマイでのロイクラトン祭りは10億バーツの経済効果をもたらすものと予想されています。南部プラチュアップキリカン県では県内にある3つの郡が今も水に浸かっており、1万2000世帯余りがこの洪水による影響を受けています。では最初のニュースです。来年の2月24日と見られていた総選挙の実施が怪しくなってきました。選挙管理委員会のジャルンウィット・プンマー事務局長が昨日、来年2月24日の総選挙実施を念押しすることを拒否したことから、総選挙の実施が遅れるのではとの噂が広まっています。ジャルンウィット事務局長は、2月24日というのは我々が何ヶ月も前にパタヤで開いた会議の中でまとめた総選挙を実施することのできる最も早い日付だ。しかし我々はまだ2月24日に総選挙を実施するとは決めていないと述べました。同事務局長はその上で、選管の規則では総選挙の実施日を決めるに際しては国家平和秩序評議会NCPO も選管とともに検討する権力を有しているとされていると付け加えました。同事務局長はまた、法律では総選挙は12月11日に国会議員選出に関する法律が施行されてから5月9日よりも遅くない150日以内に実施されると定められているとコメントしました。ジャルンウィット事務局長のこの発言により、各政治からは昨日、総選挙は2月24日には実施されないだろうとの見方を強めています。次に、政府は昨日開いた閣議の中で医療目的での大麻の利用を承認しました。しかし、この法律は施行してから5年経った後見直されなければならないという条件をつけました。この法律はこれまで国家立法議会により草案がまとめられていました。閣議で承認されたことを受け、この法案は再び国家立法議会に送られ、さらに審議されるとともに国家評議会、保健省、それに麻薬管理委員会事務局からコメントを受けることになりました。この法案では大麻を管理されない麻薬には分類していません。政府のプティポン・プンナカンタ報道官はこれについて、結局のところこの法案は患者と医師にのみ大麻の利用を認めるものだと述べました。同報道官によりますと、政府は保健省が大麻の利用を厳格に管理できるよう暫定的な措置である旨を付け加え、大麻の合法化が施行されてから少なくとも5年経った後、その有効性を確認するためこの法律を見直すという条件を付け加えたということです。次に、今月20日から23日まで開かれるチェンマイでのロイクラトン祭りは10億バーツの経済効果をもたらすものと予想されています。チェンマイ県行政機構の CEO ブンロート・ブランプラコーン氏は先ほど開いた記者会見の中で、チェンマイのロイクラトン祭りには大勢の観光客が押し寄せることになるだろうとの見通しを示しました。他の各県のロイクラトン祭りでは人々が川や池などに灯籠を流しますが、チェンマイのロイクラトン祭りでは夜空にランタンが放たれます。文老都市は、
チェンマイを訪れる中国人観光客の数は減ってきているが、全体としてはそれほど落ち込むことはないだろうと見ています。同市によりますと、観光客の安全を確保するため、ロイクラトン祭り期間中はチェンマイ市内各所に2000人の警備関係者が配置されることになっているということです。市内ではすでにお祭り期間中、チェンマイのダウンタウンを装飾するための大型のランタンや市内全域に飾られるランタンを作る作業も開始されています。またチェンマイ観光業協会のダムロン・オーンアート会長も、ロイクラトン祭り期間中、チェンマイ市内にあるホテルやゲストハウスはほとんどがすでに予約で埋まっていると述べています。次に、南部プラチュアップキリカン県では県内にある3つの郡が今も水に浸かっており、1万2000世帯余りがこの洪水による影響を受けています。災害防止軽減局によりますと、プラチュアップキリカン県では今月7日から降った大雨のため洪水が発生し、今も3つの郡が水に浸かっているということです。災害防止軽減局のチャヤポン・ティティサク局長は昨日、バーン・サパーン・ノイ、バーン・サパーン、それにタップ・サケイの3つの郡にある18の町で合わせて2万7961人が今もこの洪水による影響を受けていると発表しました。南部のプラチュアップキリカン、チュンポン、それにペチャブリの各県では今月7日から洪水が発生していましたが、チュンポン県とペチャブリ県、それにプラチュアップキリカン県内の一つの郡ではすでに水が引いています。今回の洪水ではこれら3つの県にある13の郡で合わせて3万2545世帯7万6000人以上が影響を受けました。続いてニュース展望です。今日はスマートビザの基準と利点の改定というニュース展望をお伝えします。政府は今月6日、投資委員会によって提案されていたスマートビザプログラムに記載されている資格、基準、それに利点の改定を承認しました。今年の2月1日から導入されているスマートビザは、タイ政府によって発行されている他のどのタイプのビザよりも多くの利点や特典を提供するものです。このビザはタイで10のエスカーブ産業についている外国人の専門家や起業家を対象に発行されています。今回の改定では対象となる産業として新たに ADR 裁判外紛争解決サービス、科学技術面での人材育成、それに環境及び代替エネルギーマネジメントの3つの業種が加えられました。スマートビザを所持している人は出入国審査の際、タイ国内にあるどの国際空港ででもファーストトラックを利用することができるようになりました。またこれまで1ヶ月あたり10万バーツ以上の報酬を得ている人とされていたカテゴリー T のスマートビザ取得条件は1ヶ月20万バーツの給与を受け取っている人へと変更されました。スマートビザを取得した専門家や起業家にはすでに2017年に施行された外国人労働管理緊急令の下での全ての義務を免除されていることから、この改正ではまた外国人の就業が禁止されている職業に関する規定を取り消すことも目指しています。今日はスマートビザの基準と利点の改定というニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。